FM 流進堂。FM 流進堂 DJ の流進です。今日は今年最後の放送になるかもしれないんですけど、鳥？かもしれない。マキさんです。あ、どうも2回目のマキですね。マキです。前回確か夏休みだったっけ？やったの。帰ってきたのが6月？6月だったっけ？7月？4月ね、まあ店がさ、なかった時だったじゃん。そうそうそう、お店を始める前に撮ったんだよね。インドから帰ってきた。ああ、そうそう、それでインドの話をしたんだよ。インドの話。前回、俺思い出した。インドのファミリーの話でしょ。そう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 。それでね、意外にあの放送を聞いて、カイロに興味を持つ人がね、あ、そうなの？いるんだよ。へえ。僕の友達とかでね。あ、そう。聞いてくるの？でお店に来たいんだけどちょっと遠くにあるから来れないとか、そういう理由で、ね、どこの人なの？東京に住んでる人。近いっすか？近いって言ったってほら仕事持っててさ、それで通うとなんとさ、だって今近いの方からとか千葉から来てるよ、東京も来てるよ。だからその人的な都合があるわけじゃん。まあね、だから興味が湧いたっていう人はいるから、まあ宣伝にもなるしと思って、宣伝か、今日はね、話してもらおうかと。あ、で僕弟ながら大体カイロが何たるかっていうのをよく分かってなくて、治療受けたこともないんだけど、カイロプラクティックって言って、まだ日本人に浸透してないから、カイロって何って言われる人多いでしょ。まあね、整体ってまず聞かれるんだけど、整体とカイロプラクティック、あとその手技療法で針、灸とかいろいろあるけど、カイロプラクティックっていうのは世界で法制化されてるんです、世界30カ国、で、医療行為として認められているもの、で、WHO ってあるでしょ、世界保健機関、あれで、そのランクにちゃんと入ってて、認められてるんだよね。で、整体っていうのはその WHO で認められてない、で、コメントとしてその書いてあるのが根拠のない治療方法って書いてある、もちろんなんか勘違いしないでほしいのは、その整体先生もちゃんと勉強してる人はしてるけど、でもその解剖学とか神経学とか生理学とか、全部細かく、ちゃんと勉強して、骨を一個ずつ動かして神経の正常化を図るっていうのはカイロプラクティックだけなんだよ、なんとなく。骨から治す、骨、足首の足のそれぞれの関節、関節面を治すんだけど、足首からもう頭蓋骨、頭の骨まで全部、それぞれ微妙なズレがあって、それを、指で持って調整していく、っていう技術、あ、分かった。カイロは硬いとこから治していくんだ、整体は柔らかいとこから治していくんだ。手順が逆なんだ。何、柔らかいとこから？柔らかいとこから、あの根本的なところをいきなり攻めるんじゃなくて、その周りから攻めていくのは東洋医学じゃない？そうね、そう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 、だから体を直接治すんじゃないんくて、いい、違う、一緒でしょ。あ、そうなの？直接、直接治すのは西洋医学だよね。薬とか薬とか手術でしょ、直接そこしか見ないのが西洋医学、東洋っていうのは全部ひっくるめて見ていく、何が原因かっていうのを突き止めて治療に入っていく、だから原因があって結果があるわけでしょ、その結果だけを攻めたってしょうがないわけじゃん、原因から攻めていかないと体は根本的に治らない。その考え方はベーダとつながってんの？あ、ベーダとつながってる。だから世界最古の医学、って言われてるのはアーユルヴェーダだから5000年以上の歴史があるもの、一番古いんだよね。そこからだからインドから中国に流れて日本にたどり着いたような感じだよね。わかりますよ。でもあれだね、この前話聞いた時は、インドはインドで遅れてるって話も一方ではしてたよね、そのお医者さんの遅れてんね。だから、なんで遅れてるかっていうと、アーユルヴェーダしか信じてない、他の医学を取り入れてないわけ、だけど、いろんな医学それぞれいいとこあるわけ、西洋だって東洋だって、海洋医学だって、そういうとこをやっぱり全部勉強して、やっぱり患者さんを治していかなきゃいけないのに、インド医学っていうのは
そのベーダーだけ、アユルベーダーの心理っていうか、それを、うん、もう昔から何だろう、つなぎ合わせてるっていうか、うん、現代のものは取り入れてない、昔のものだけをベースにしてやってる、だから治らない。昔の5000年前の人と現代の人と体が違うわけじゃん、治療方法だって変わってくるでしょ。あとなんだっけ、カラスのくちばしだっけ、なんかそういうさ、うんうん、漢方ともまた違うと思うんだけど、民間療法みたいなものが発達してて、うんうん、でそれが治療の根拠にはなってないっていう部分もあるんでしょ、うんうん、なんかほらいろんな動物のさ、薬として使うみたいなこと言ったよね、はいはいはい、うん、カラスのくちばしかどうかだったか忘れたけど、なんかいろんなさ動物の薬として使うみたいなさ、薬として使ってたやつね、うんうん、あれなんかだから民間療法みたいなもんで、そう民間療法だね、その本当に体を治すというのとはちょっと違うんでしょ、うん、ちょっと違うね、本当に体、うんうん、まあ進化だから治していくのかもしれないけど、うん、これは本当にどこに効くのかとか、うん、詳しく出てないんじゃないかな、それ代々だから伝わってきたものをそのまま作ってるだけであって、うん、どうなんだろうね、うん、ちょっと難しいところだね。なんかでも似たようなことでさ、うん、お風呂にさいろんなもの入れるじゃん、ほら柚子とかさ、うんうん、あとなんか薬草湯みたいなさ、うん、よもぎとかさ、うん、あれもよくわかんないけどなんか効くじゃん、実際に、うん、ああいうお湯に入ると、うん、あれ似たもんである程度経験に基づいてんのかな。そうだよね、だから私はその、うん、ある先生についたって言ったでしょ、うん、その意味で言ってた、その人っつのは、うん、その、うん、もう代々もう何百年も前から受け継がれてきた技術っていうのを、薬の作り方、うん、薬の見つけ方っつのを教えてもらって、うん、今自分で作ってるわけよ、うん、だけどそれを質問しても答えられないんだよね、うん、あ、なんでっていうことに関して、だからパワーがつくとか、うん、だからこれは体にいいとか、そういう答えが返ってくるけど、うん、細かい説明ができないんだよね、うん、そこはちょっと知りたいところだよね、うん、カラスじゃないけど、なんか鳥のくちばしとかイタチの骨とか、なんかね、そんな話してたよね、うん、木の根っことか、うん、ネズミの皮とか使ってたね、うん、で、そこから、うん、マキさんが会員して、うん、どうだったの、どう、うん、どう6月に、うん、あ、違う、9月か、うん、9月にオープンして今3ヶ月目、うん、まあ、毎月毎月、患者さんの数は増えてるよね、口コミで、紹介から紹介、うん、って感じで、おかげさまで、うん、成り立ってます、うん、まだまだだよね、今ホームページ作ってるけど、そうそうそう、だからそれをね、こっちからもリンク貼りますよ、もちろん、あ、ありがとうございます、宣伝します、すいません、でどういう人に聞くのいやそれが分かれば結構お客さんも来るんじゃない、ね、こういう人に聞きます、こういう人に来てくださいって言えば、こんな言い方したら、うん、びっくりしちゃうかもしれないけど、うん、自分全ての病気に効くよね、だから自分の体で作った病気っていうのは自分で治せる力ってみんな持ってるわけ、それ自然治癒力っていうでしょ、うん、精神病も、精神病って作るでしょ、効くの、聞くでしょ、帰ろう、うん、マジで、あんまり来てほしくないけど大変だ、俺紹介しちゃうよ大変なんだよ精神病、うん、植木枯れちゃうから、ああ、うん、外から入ってきたウイルス系のものに対してはお薬って必要でしょ、うん、自分の体で作ってないから、うん、だけど自分 の、 細胞の変異っていうか、その変化っていうか、うん、そこからできたもの、うん、腰痛肩こりなんてやっぱり自分 の、 その、うん、ね、何かの原因があるわけでしょ、姿勢とかさ、うん、であとは何、内臓疾患、うん、胃が悪いとか、うん、便秘とか、うん、下痢とか、うん、あとがんで細胞、がんっていうのも自分の細胞の変異でしょ、うん、だからがんを治せるとは言えないけど、うん、全体の代謝を良くして毒素を体外に排出させるような形に持っていけば、うん、注力が高まるよね、うん、だから治る治せないとかそういうのは言えない、ただ、うん、その人が十分にその力を持って、うん、ていける、うん、発揮できる状態にしてあげることはできる。